はい、こんばんみ、ライターの山ちゃんです。ちょっと今週動画出すの遅れちゃいまして、どうもすいません。いや、実はね、昨日アダルト異業種交流会、恒例のね、2ヶ月に一遍のアダルト異業種交流会がありまして、まあね、大盛況という形で終わりましたし、個人的にはね、西くんとお友達になれたっていうのはすごく嬉しいです。まあね、どっちにしろ11月にもう一回やりますし、4ヶ月後はなんか、私の近い知り合いが幹事をされるということなので、アダルト業種交流会は、まあ、1000人規模にどんどん拡大していきます。ということで、アダルト業種交流会の報告は終わりにさせていただきます。それでは、本日のメインイベント、古谷健二君と、めぐみさんのおしどり夫婦と言われたカップルが、離婚ということで、ね、離婚しちゃいました。まあね、お互いの夫婦間の価値観というものはいろいろあるんですね。ここね、俺私結婚したことがないからね、この価値観というのがね、まあ離婚を経験してないからね、よくわかんないんですよ。そうそうそう。ただね、僕自慢ですが、古谷一行さんとちょっと2時間ドラマの、古谷一行さんの2時間ドラマのね、このロケ班のお仕事をお手伝いしたことがありますんで、ね、その時に、古谷一行さんにお話を聞いたところ、まあ、めぐみさん、ベタ褒めです。ベタ褒め、ベタ褒め。もう、休憩時間からね、まあ、お昼休憩から、もうそうだし、まあ、みんながいる前ではもう常に、ああ、めぐみちゃんいい子だ、めぐみちゃんいい子だ、めぐみちゃんいい子だって、連呼してましたからね。もう、ね、今回は残念ということしか言えませんけれどもね。まあ、個人的な感想を言えば、あの夫婦はやっぱり古谷一行さんが潤滑油になってたのかなと思います。まあ、これは私の勝手な想像ですがね。まあ、残念ですね。まあ、あとは、めぐみちゃんもね、めぐみちゃんのトーク、バラエティでめちゃくちゃ面白いですし、古谷健二君も、まあ、最近はね、音楽そんな売れなくなってきたけれども、まあ、間違いなく日本でもトップクラスに入るミュージシャンであることは間違いないんで、今後の、活躍を期待しております。それでは、この辺で失礼いたします。チャンネル登録と高評価ボタン、お願いいたします。ほなのー。